んこんにちは、 DJ のウクレレベース講座です。今回のウクレレベース講座はウクレレベースの4弦についてのお話をさせていただきたいと思います。実はこのウクレレベースの4弦というのはドゥーという感じで、どちらかというと聞き取りにくい音ですね。で、サスティンは伸びるんですが、いまいちこの弦に張りもない感じ、エレキベースでいうとこの4弦が割と花形で結構使うんですけども、ウクレレベースに関しましてはあんまり音程感もはっきりしなくてテンションも弱い感じなんですね。ですのでできれば4弦を避けてですね、3弦2弦1弦でやっていただくといいかと思います。4弦の開放をボーンと出したいんですけど、そこを3弦の7フレット、これも同じく E の音ですからね、 EFF シャープ G で12フレットで A という風な感じで使います。でこれはヘフナーのバイオリンベースにも共通するところなんですけども、4弦はテンションが弱くて使いづらいというところで、この辺ぐらいですね、7フレットぐらいのあたりって割とこう他の楽器に埋もれずに立ち上がってくる音でもあるんですね。まあこの辺のテンションの加減と音色などの作用によってそういう風になってるんですけども、できればまあこの辺5フレット7フレットあたり、まあもしくはもうこの辺でもいいんですが、これ聞いていただくと分かりますけど、この辺で音もちゃんと出てるんですが、の方がなんか迫力ある音に聞こえないんですか。はい、ですので特性上ですね、この楽器の弦が短いという特性上もありまして、7フレットぐらい、 E の音は7フレットとか、あとは A5 フレット、開放弦もいけますけど3弦の場合は、まあ、この辺でやっていただくとよりですね、こう際立ったベースラインが作れると思います。はい、それはテクニック、弾き方の云々ではなくて楽器のそのものの特性です。まあ中には4弦の開放がものすごくよく響くウクレレベースもありますが、基本的にはそういう風な形になってます。なるべくこの辺の音を使っていただくといいかと思います。これは割と4弦もしっかり出るウクレレベースなんですけども、通常のはちょっと出づらいところもありますから、なるべくこの辺ですね、この高い位置をやってください。はい、ポール・マッカートニーのベースライン見ていただくと、特にヘフナーのバイオリンベースを使ってる初期の頃ってこの辺の音が多いんですよね。やっぱりこの辺の音が出やすい、使うのに美味しい音が出る位置だということを覚えておいていただければと思います。まあもちろんここしか使ったらダメということではないですよ。4弦の開放とかこういうの使ってはダメっていうわけではないです。立ち上がりにくい音だというだけでありますので、使えないことはないです。ということで BJ のウクレレベース講座は今回以上です。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。